アジアアフリカラテンアメリカ人民連帯機構はキューバの政治団体。第三世界における反グローバリゼーション、反帝国主義、反ネオリベラリズム闘争の支援と人権の防衛を目的とし、1966年1月にハバナで3大陸人民連帯会議が開かれ、ギニア、コンゴ共和国、南アフリカ共和国、アンゴラ、ベトナム、シリア、北朝鮮、 キューバ、プエルトリコ、チリ、ドミニカ共和国の左翼政党及びパレスチナ、解放機構の代表、モロッコの革命カメフディー・ベンバルカが集まって結成された。現在では、ベネズエラのウゴチャベス政権への支援を積極的に行っている。かつてオスポールは、第三世界の闘争をテーマにしたポスターを大量に発行しており、主に、 ベトナム戦争や南アフリカ共和国のアパルトヘイト、日本の原爆などをモチーフにしていた。1980年代、経済難などの理由により一時印刷を停止していたが、2000年代に入って印刷を再開した。オスポールは支援の対象とする国、地域ごとに連帯の日を指定している。例えば、キューバ革命が始まった7月26日は、 キューバ人民との世界的連帯の日、広島への原爆投下の日である8月6日は、日本人民との連帯の日、朝鮮戦争が始まった6月25日は、朝鮮人民との連帯の日とされている。これらの連帯の日に、対象国をテーマにしたポスターが発行される。ありがとうございます。